ですね、うん、まあ、こういう情報も上がってきてますと、うん、で私たちはこれをじゃあ分析してどうしたいのかというところなんですけども、はい、これを見てやっぱりそのなんていうんですかね、皆さんがすごい今、得意とする空読み、はい、うん、そして苦手としている空読み、うんうん、そういうものをこういう情報から分かりますと、うん、でもこの中で苦手なところでもこう当ててる方はいらっしゃるんですよね。例えば曇りから雨はちょっと苦手な方が苦手なんですけども、でも私は得意ですみたいな、このエリアに住んでいる〇〇県に住んでいる〇〇さんは、はい、この曇りから雨は得意ですみたいな、そういうのも出てくるんですね、はい、うん、そのようにそういう今はこう全体で見てるんですけども、うん、これからはよりその個人の方で、例えばそういうすごい知見を持った方、うん、この場所なら私に任せてくださいみたいな、うんうんうん、そういう方のその空読みの知見というのを今なんていうんですかね、惜しくも外しちゃった人とかにどんどん共有していって、はい、みんなでこうどんどん良くしていけたらいいなと思ってます、はい、ね、そこまで見ると面白いねっていうコメントもいただいてますね。やっぱり人に、うん、だってね、体育が得意とか数学が得意とか、うん、いろいろあると思うんですけど、空読みも同じなんですね。そうですね、はい、10分天気じゃダメなのかってありますけども、はい、まあ、今のデータってあれですよね、多分まあ、10分天気っていうのは実況ですから、うん、はい、プロジェクトアイコンっていうのは1時間先、2時間先、3時間の予測の部分なので、はい、最終的にはその、10分天気が、まあ、実際はどんな天気だったのかなって見ていくときには、はい、もちろん必要ですし、現在どうなってるのかなっていうのはウェザーリポートも欠かせないわけなんですけども、はい、そのさらに先の提案っていうところを今皆さんにしていただいてるわけじゃないですか、はい、で、まあ、今特に今のグラフだと、はい、降りそうだけど、うん、まあ、それは惜しくも降らなかったのか、どっちかというと感覚的にはまだ降らなかった、うん、もうちょっと後に降ったとか、ね、うん、実際は最終的に降るんだけど、時間のタイミングのズレがあったとか、それは地域特性とか、はい、空の見方とか、はい、そういった部分が結構やっぱり気にするところもありますし、はい、で、まあ、必ず同じ場所にいる方ですからね、うん、ここはまあ降りそうっていう、あそこにあの雲が見えてきたらっていうのが、うん、知見が溜まっていくと、その精度もやっぱり感覚は上がっていくもの、上がってる人も多いんで、うん、その辺を先ほど最初丹羽さんが出してくださった、はい、このなんかこう赤い四角から上の方に持っていくっていうところですか、はい、その辺はまだまだ可能性はたくさんあるんじゃないかなと思ってます。そうですね、はい、こう報告を聞いてみると、はい、面白いなっていうのを思いますね。そうですね、可能性はまだまだあるんだなというのを感じるかと思います。そうですね、はい、なので、まあ、エリアごとに空の読み方を、はい、まあ、詳しくエリアごとに結構考えていくと、うん、はい、これからまだまあ、一人一人のレベルも上がりますし、うん、それが上がることで地域のレベルも上がりますし、うん、全体的にこの角度も予測自体が良くなっていくんじゃないかなっていう今考えですね、うん、はい、ということでプロジェクトアイコンドリーム、はい、去年のこのプロジェクトアイコンどういう成果だったのかというところを見ていきました、うん、はい、ではここで一旦お天気見ていきましょう。クロマキー天気です。はい、ということで見ていきたいなというふうに思います。明日のお天気です。はい、明日前線を伴った低気圧が東北エリア付近に接近してきます。この影響で特に北日本南部を中心に雨が降りやすい空となります。強まるタイミングもありますのでお気をつけください。そしてお次です。続いて
この前線の通過エリアでは特に日本海側ですね、曇りアイコンが優勢、そして雨アイコンがついております。強まる雨にも注意が必要。お出かけの際雨が降っていなくても傘を持っていった方が良さそうです。一方太平洋側を中心に晴れて穏やかな空となります。ポイント解説で確認していきました。ではアイコンで見ていきましょう。はい、こちらです。全国の明日の天気アイコンになります。まずは西日本です。沖縄エリア晴れて穏やかな空が広がります。気温が高いですね。暑くなりそうです。体調崩さないようにお気をつけください。そして九州、中国、四国エリア、広いエリアで日差し届くんですが、特に九州の北部福岡でしたり、中国エリアの西部広島などでは雨アイコンがついております。午後はにわか雨に注意が必要です。お出かけの際は傘があると安心です。また近畿エリア、日差しが届くといった地域が多いです。穏やかな正月を楽しむことができそう。昼間は気温が上がります。過ごしやすい陽気となりそうです。ただ朝晩と昼間の気温差が大きいですのでお気をつけください。続いて東日本です。北陸を中心に雲が広がりやすく雨アイコンついています。こちら夕方以降雨が降りますので注意が必要です。そして東海や甲信、関東エリアは穏やかな空が広がります。また空気が乾燥するという地域もあるのでご注意ください。お次は北日本です。東北エリア、このように後雨アイコンついているところが多くあります。日本海側やまた、北部太平洋側、こちらではだんだんと雨が降りやすくなります。午後からは雨が降り、そして夜になると雪というところもありそうです。お気をつけください。続いて北海道です。道東を中心に晴れて穏やかな空が広がります。日本海側、函館だったりとか内陸旭川では雪アイコンついているんですが、ただ積もるような雪にはならなさそうです。降ってもちらちらふわふわといった、そんな空となりそうです。以上、全国の明日のお天気確認していきました。絵面がないでしょこの絵面がないんじゃないですか。さすがにこれはこの距離感でこのキョトーンとした2人がいるっていうのは、苦渋の選択って言われましても時間がないんですね。そうですね、ここからはですね、 KTR からのお知らせということで、いや、お知らせってほどじゃないんですけど、はい、いや、昨日いろいろね、なんか待ってくださいね、マイクにちょっとノイズがあるということで、じゃあ僕これもう切って、はい、そうですね、貼って喋ります。はい、貼って喋れば大丈夫かなっていう、ちょっと根室さんをちょっと知り合います。まあそう育ってるんでね、はい、そうです、根室さんにそう育てられたんでね、はい、こうせざるを得ないんですけどもはい、 OK です。いや、あの昨日ね、村田さんがですね、あの夜な夜な企画会議とかやってる中で、はい、なんかやっぱりそういう、いや、あそこにボードあるんですけども、そうですよね、気になってたんですよ、居酒屋っていうのをずっと見ていて、はい、そうですかそこじゃなかったか、はい、あ、居酒屋結構真ん中じゃないですか。そうですね去年もあったんですよ、はい、あの江川の居酒屋みたいな感じのがあって、はいはい、すごく気になったんですが、そうではなかったと。ちょっと見てみましょうか。いっぱいあるんですよね。あ、見えるかな、見えるかな、あ、あ、こちらです。たくさんあります。2017年新企画案、うん、これでですね、あ、はい、僕もあのこの時ね、ちょっとさすがに夜も深くなって見れてはないんですけどはい、見た時に、まあなんか全国セミナーと空闇散歩っていうのが、はい、ど頭に出てきて、うん、出てますね、うん、天気の勉強だから、まあ、今ね、丹羽さんがおっしゃってたこと、はい、その底上げしな、底上げというのも変ですけども、みんなで
その天気のね、レベルを上げていくためには、うん、はい、いや皆さんが上げてくださってるってことはやっぱ必要なんだろうなと思ってまして、うん、はい、やりたいっす、やりたいっす。皆さんどうですかね、皆さんが結構最初に上げてくださってたので。そうですよね、うん、いかがですか皆さん。新企画は、うん、みんなでレベルアップしましょう。楽しくやんないと、ね、あ、やってみたい。お、いただいてる。やってみたいっていうのはこれまた嬉しいですね。新しく、声を上げてくださるっていうのいいですね、うんうん、そうですね。あ、天気を勉強したい、空読み力アップしたい。あ、第2回全国セミナーは希望を出しました。へー、ありがとうございます。はい、どうやっていくとこうみんなでこうレベルアップしていけるんですかね。今言った、まあ、さっき課題としてあったのは、はい、やっぱり、うん、まあ、特にやっぱ地域特性、うん、であとはまあ空の見方、まあ、こう大きな2つあるじゃないですか、はい、で、まあ、あとは結構森田さんも何度かおっしゃられてますけども、うん、観測地点からの距離感とかね、で、あとはそのエリアにどれくらいの人がいらっしゃるかとか、でウェザーリポート自体をそのエリアでもちょっと増やしていきたいとかね、いろんなちょっとそのプロセスがあると思うんですけども、うん、まあ、まずは多分でも個々に強くなっていくっていうところもありますよね、はい、そうですね。僕すごい聞きたいのは、もう全国今までちょっと前回の全国セミナーの時そんなに、はい、ちょっとしか出なかったので、うん、まあ、分からなかったんですけども、はい、よくその先ほどの、ね、あれで言うとすごい改善してくださってる方は、うん、どんな風に、うん、どっちの方角の空を見てるのかなっていうのが、うん、すごい気になりますね。そう、地域の、うん、強い人とおかしいけどもそういう人の話も聞きたいですね。そうですよね。こう多分それぞれの方で注目ポイントがいろいろあると思うので、うそういうのを聞いてみたいですよね。そうですね。だってそこ行ったら森田さんをもってして森田さんもへーっつって聞いてますもんね。はい、はい、はい、だからあれか、だからなんかこうセミナーっていうよりも、うん、なんかこう座談会、相談会っていうかワークショップっていうか、うんうん、どっちかというともうすでに参加してる方たちはそういう形、うん、まあ、実際にその場でやってる方たちとは意見交換とか教えてもらうとかっていう場は結構今生きるかもしれないですよね、うんうん、そうですね。なんか空読みってなんていうんですかね、ソライブの中でやってるような、うん、ソライブの中でやってることって大体スタンダードなものが多いと思うんですよね。要はとりあえずそれを知っていれば、うん、まあ、なんていうんですかね、70点ぐらいは取れそうみたいな、うん、そういうソライブだと思うんですよね、要、うんうん、でもその地域の方っていうのはさらにそれを良くしてくださっているので、うん、そこに地形とか雲の出てくる方向とか雲の高さとか 山と雲の高さの比較とか、はい、そういう細かいところが入ってきて、その人は多分90点とか100点とかになってると思うんですね、うん、ですので一番初めから入る方っていうのは、うん、やっぱりそのなんていうんですかね、と共有したいのは、うん、そのスタンダードなものも共有するところから始めて、うん、でさらに自分の腕を磨きをかけるという意味でよりその細かく地域特性に入っていくっていうのもありかなと、その道もありかなと思います。 YouTube からニコ生みたいに町会議みたいな感じで範囲を絞った意見交換みたいなのがあってもいいんじゃないかなって思いました。その場でお天気講座もやりつつと、うん、いただいてますね。会議をやりましょう。やりたいですね。会議、ワークショップ会議と、まあ、とはいえまあ、チャットでも、はい、なんかやってみたいっていうお声もあるので、うん、まあ、その昨年のね、うん、そのセミナーみたいなところ、まあ、やり方をお伝えする場と会議とか、うん、そういう
のはありますね、うん、はい、そうですね、はい、はい、やりましょう、やりますか、やりましょう、お、うん、やっていきます、やりま、はい、まあやりましょうっていうか、ちょっと今僕があのまた企画を組んでそれをあの会社に投資提案みたいな話して、焦んないでください、そうですね、はい、それをまず提案してみます、はい、企画組んでみます。そうですね、新しい年も始まったということで、はいはい、また新たにプロジェクトアイコン、さらにね3月くらい、お、3月ぐらい、2月はさすがに来月は無理だな、お、でも直近ですね、3月でも、3月も直近ですね、うん、いやだからその各エリアのそれなりの分析した資料をお持ちしなきゃいけないじゃないですか、うん、そうですね、実際に報告いただいたものはこうでした、うん、でこれをもとに皆さんでどう考えましょうかみたいなのが多分あると思うんで、うん、それを考えると1ヶ月はちょっとあれなんで、まあ、せめて2ヶ月先とか3月4月とか、うん、というところでちょっと組んで提案してみましょう。はい、はい、もうなんだかこの番組内で企画会議みたいなね、うん、行われましたけれども、はい、3月でもすぐそこやでっつってちょっと4月でしょうがない梅雨の雨降る前にしたい、うん、そうですね、まあ、ちょっとその間ですよ、はい、雨の時期の前にやりましょう、うん、はい、またお知らせがきっとあるのではないかなというふうに思います、はい、一緒にですねやはり空を見上げながら天気アイコン、はい、編集も参加していただいて天気予報をですね作っていきたいなというふうに思いますので、今後ともよろしくお願いいたします。お願いします、お願いします。はい、以上プロジェクトアイコンドリームでした。お次20時からはワクワクワックリワークショップ企画ということで、はい、みんなでワークショップ行っていくようですので、ぜひともお楽しみにしていてください。空気入れじゃないですよ、ワクワクワクリです。ワクワク、あれ空気入れ、リズミからそれ空気入れですか違いますね、ワクワクワクリしてるんですよ。はい、ということで、はい、ここまで2時間お付き合いいただき、どうもありがとうございました。ありがとうございました。今年もよろしくお願いいたします。よろしくお願いします。それでは、
さんこんばんは。明けましておめでとうございます。明けましておめでとうございます。こんばんは。今年もよろしくお願いします。あ、最初に言うこと決めておけばよかったですね。いや、明けましておめでとうございます。先に言っちゃったじゃないですか。あ、ごめんなさい、ごめんなさい。じゃあ合わせますか。はい、いいですよ。大丈夫です。はい、せーの。明けましておめでとうございます。全然言ってくれない。いや、僕さっき言ったから。あ、そうですか。はい。ということで、はい、始まりました。1月1日時刻は20時現在2分でございます。もう1月1日になって20時です。20時間ですね。そっか、早いもんで。皆さん今日もコメントありがとうございます。2017年、今年も皆さんとのつながりをね、大事にお送りしていきたいですね。ですね。はい。どうですかね、五郎さんは、うん、年越し中もワイワイされてたかと思いますけど。ワイワイしてました。うん、ワイワイし続けて今に至ります。若干喉枯れてます。そうですよね。はい、皆さんはもうお正月は楽しんでらっしゃいますかね。はい、どうでしょうか。おせち料理召し上がったりとか、お雑煮を食べたりとか、うん、初詣にお出かけしたりとか。なんかしました。私あの会社に来て、はい、お雑煮をいただきました。そうですね。家では全くお正月要素なかったので。ああ、寝正月ですね。いやいや、この仕事がなかったら寝正月になってますね。いや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 。なので、はい、嬉しかったです。お雑煮いただいて。うわ、やめてくださいよ。やめてください。ちょっとほらね、イメージが。そうですよ、新年早々。今夜はカニ鍋だって。いいですね。わ、いいじゃないですか。スティッチさん、あ、エルポンさんも食べました。うん、お雑煮とおせちは食べました。いいですね。はい、僕はあの会社にいなかったら確実に何もしてないです。うん、そうか。家にずっといます。あ、でもね、こういう場にいるから、うん、みんなで一緒にこう季節感じられるっていうのはいいですよね。あら、いいこと言いますね。うん、どうしたんですか。2017年の前月にはどうしたんですか。普段もこれぐらい言ってますよ。言ってますか。言ってますよ。何分ね、あの僕、はい、前さんとこうやって2人で番組やるの多分初めてなんですよ。そうなんですよね。クロストークとかでは結構そう、意外と私カンタロウさんとは何度もやってるんですけど。そうですね、あのこのスライブ20、なんでニコラムとかはね、はい、やってたりするんですけど。そうですね。このソライブ24の中では意外と初めてかもしれない。うん、はい、ね、白老の方もお雑煮作ったよ。何がですか。あの毎家さんと番組をやるのか聞いてろお前。はい、カリフラワーさん、工藤さんもこんばんは。はい、こんばんは。はい、フレッシュからもご参加ありがとうございます。お、なんか華やかですね、やっぱりスタジオもとってもね。これあれですよ、だから、うん、江川さんが作られた。そうなんですよ。すごいね、毎年ね、本当ありがとうございます。ねえ、うん、美しい。年限りでね。うん、ねえ、いいですね。以前は日本人の格好も似合う。まあ日本人だからね。イエス。日本人。イエス、日本人でございます。ちょっと立ってもらっていいですか。あ、今日の着物、お召し物をまず。やりますか。ちょっと見ておきましょう。これは何ですか、バラですか。これはあの富士とボタンだそうです。富士とボタン、そうらしい。なんかそんなドラマありませんでしたっけ、ドロドロのヒールドラみたいな。ボタンとバラですね。あ、ボタンとバラ。ドロドロ、これはしてないです。ちょっとくるっと回って。こ、帯がいいですよね、帯がね。そう、あのさっきあのメイクさんに、はい、帯すごいあの一人一人変えてるんですよってやり方を。あ、そうなんだ。あのおっしゃってて、まあ、なかなかでも後ろ見えないんだよねってちょっと言ってたので。あ、じゃあもうせっかくだから今日もこうやってやりますっていう話をしてたんですよ。ね、今もうやりました、ね。やりました。よかったです。じゃあ椅子に座ったままこうやって回りますか、ぐるぐる。そしたら何回か見せる機会。大丈夫です。なんかいいこと、楽しいことがあったらイエーイって。あ、わかりました。回ったらいいんですよ。そうしますよ。はい、そしたら帯見えますからね。根頃さん今日髪型気合入ってるじゃないですか。あ、僕髪の毛を門松仕様にしてきました。うん、門松仕様。モデル門松です今日。はい、初めて来ましたけどそんな方。あ、はい。ほらほらほら、あ、この後ろの画商とまたあってね、門松っぽいでしょ。門松っぽい、横から見るとただのモヒカンなんですけど、ね、お似合いです、うん、今日はね、そんな感じで、まあ、お正月ですから、はいはい、そういう雰囲気でね。そうですね、めでたい雰囲気で、うん、この番組もやる感じですか。はい、そうです。あ、今日この時間ね、はい、ワークショップがテーマになってますよ。今日 の、 あのこの番組のタイトルご存知ですか。知らないです。知らないんですか。はい、今日はワクワクワクリワークショップ大会。大会なの。大会です。何か競い合う。誰かと競い合う。大会です。大会です。私たち競います。あ、まあ、競い合うの。若干競うかもしれないですね。うん、雰囲気的には競い合い。そうですね、全部競い合い。
ああ、じゃあガチンコで戦うってことですね。もちろんですよ。じゃあもうこの2人で番組やるのが最初で最後になるかもしれませんね。なんでそんな悲しいこと言うんですか。あの契約の中になってなんでそんなこと言うんですか。今日は、はい、あのお正月ということなので、はい、いつもこうワークショップ実験ですとか、うん、あの工作をやったりですとかしてるんですけれども、はいはい、今日お正月なので、うん、お正月にちなんだ内容でもう実際にこの場で行いたいと思います。へー。ということで、まあ、書き初めですとかおみくじですとかたこ揚げですとか若干前の番組たちと被っている。被ってません。被ってませんよ。あのサンシャインとかで書き初めやってましたしコーヒータイムでたこ揚げてましたしもう全然違いますから。若干被ってます。ジャンルが全く違うので大丈夫です。たこ揚げにジャンルってあるんですか。ありますよ。ありますあります。ワークショップの。あ、それもちょっと面白いです、ね、ちょっと見てみたいですね。ちょっと重力に負けそうですけどね。はい、あのでも、ええ、あでも本当に内容は違いますよ。あ、そうなんですか。テーマはやっぱりどうしてもお正月なので似ちゃうんですけど、はい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 、たこ揚げといっても普通のたこ揚げじゃないですから、うん、走ったり外に出たりする必要は一切ありません。えちょっと科学的な。なんですか。あのたこ揚げなのでラジコン使ってやるとか違いますよ。違うんですか。違います。違います。もうこの教室で、あ、違いますね、スタジオでこのスタジオでできるので、はい、学生気分が抜けてないんですかね。そんなことない。そんなことないです。たまにね、ここ学校って言ったり私するんですけどね。よくないですね。まああれじゃないですか、あのやっぱ実験とかってやってるとそうなってくるんじゃないですか、うんうん、そうなんですよ、うん、理科室感がね。理科室感大事ですからね。抜けなくてね、はい、まあ、このスタジオで、はい、今日はそんなことをテーマにしたいなと思います。なるほど。はい。そして、今日ですね、このあと21時、あと1時間後くらいですけれども、はい、21時からは、初日の出特番というのが、あれね、ございます。ハローサンデー。そうです、はいはい。なんでこの時間に初日の出なのかと言いますと、うん、アメリカ・ワシントンから、はい、2017年の初日の出の様子をお届けできるということなので、時差がありますからね、うん、そうですね、はい、アメリカでの初日の出の時間帯に合わせて井上さんと現地の井上さんと中継をつなぎたいなと思います。ムッパイさんがね、ちょっとあの朝やったやつがちょっと早かったんで、うん、そうか、井上さんにリベンジしたいということでね。そうですね、これでどんぐりだったらどうしようってちょっと思ってるんですけど、ね、お天気もちょっと気になるんですけど、今雰囲気的にはどんな、天気的にはどうですかね。現地どうなんでしょう、うん、まだわかんない。あ、今多分起きてるか準備してるかですね。そうですね、はい、はい、ということで、あの中継自体は21時20分ごろから行う予定なんですが、うん、21時からはあの特番としてあのこのソライブ24とまた別の枠での放送というのがもうすでに始まりますので、それ誰が、誰が、映像がですね、映像だけ流れております。うん、映像と BGM だけ、映像と BGM がひたすら流れるという。曇らないことを願う。そうですね、天気良くなったかなとコメントいただいてますけれども。なるほどね、うん、ぜひですね、そちらも楽しみつつこちらのソライブ内で行う中継もお待ちいただければと思います、うん、なるほど、はい、だ それに伴ってね、うん、あの予報フィードバックは今日ちょっとはいショートバージョンということで、キュッとキュッと15分ぐらいで終わります、ね、ししはい、キュッとします。まとめながらね、そうそう、行きたいなと思います。はい、はい、そして、まあ、最新の天気というのは随時お伝えしていきますので、はい、皆さんよろしくお願いします。お願いします。盛りだくさんですよ今日。ワークショップいくつぐらいあるんだろうね。予定としましては5つ。そんなにできる。間に特番挟みながら行きましょう、行きましょう。もうこれはこれ失敗するパターンですね全部。そういうのは言っちゃダメですよ根室さん、言霊ってあるんですから。あ、失敗とか言うの言っちゃダメです。ああ、じゃ あ、 いや、言い方悪かったですね。うまくいかないパターン。いやいやいや、そういう問題じゃないです。2017年ね、もうね、ワークショップの先行きを占いますからね。根室さん、もう成功しか見えません、本当ですか。もう光しか見えない。あ、大丈夫です。ちょっともうすでに細い道をなんか急いで走っていく、ね、皆さんすでに時間がないのでね、空ボタンで現在の天気をお伺いしております。はい、現在の天気、晴れ、雨、晴れ、曇り、おっと、お正月、 どういうことですかね。はい、そろそろ締め切りたいと思いますのでよろしいですか。いいですか。では締め切り5秒前でいきます。ちょっと喋りすぎちゃってね、前半わりかしも10分ぐらい経ってるので、はい、多分ご参加いただいてるかと思います。そうですね、これ正確に言うと全員黄色ですからね。
そうね、まあ、どこで判断するかですよね。キル上がってるし、はい、つお正月うまい、ヒロさんありがとうございます。はい、では、はい、行きましょうか。締め切り5秒前です。4、3、2、1、終了です。それでは集計結果見ていきましょう。おお、いい天気、穏やかですね。うん、もうあえて切るには触れませんではマップで見ていきましょう、はい、うん、だからもう黄色を選んでるところは多分天気いいんですよ。そうですね、うん、穏やかなんだろうなと、うん、はい、ということで北日本ですとかあとは北陸ですね、うん、ちょっと雲が広がってはいますけれども比較的今日穏やかなところが多いですよね。そうですね、うん、日中この関東エリアも千葉も結構日差しあったかったですね。そうですね、うん、そんなにこう冷え込みがきついなっていう感じではなかったように私も思いましたけれども、うん、はい、皆さんご参加ありがとうございました。はい今ですね、何を探していますか今ね、大丈夫ですよ、はい、大丈夫ですか。ではここからは、はい、今日のツイッターで募集している内容をおさらいしたいと思います。あ、もう募集してるんですね。もう募集中です。お正月は誰とどう過ごしますか。ちょっと聞いてもいいですか。はい、あのこれワークショップの番組ですよね。そうですよ、そうですよ、ワークショップですよね。そうなんですよ。あのお正月を誰とどう過ごすって関係あります。大いにあるんですね、それが。おお、なるほどね。この間なんてクリスマス、はい、パーティーいつやりましたかとか。それワークショップと何関係ある。クリスマスの過ごし方を教えてくださいって言ったらもう、うん、あれにやれまして。ああ、なるほどね。そう、まあ、ちょっと季節を感じるっていうものなので非常にワークショップと関わりの深い質問になっております。ファイヤさんは多分ね、ちょっと青木に毒され始めてる。そうですか。だってこれ、そうかな。これで、うん、これであのツイッターとかを普通に応募して納得いってるマイエさんがちょっとおかしい。あのそうやっていかないとやっていけないんですよ。ワークショップって毎週やってくるので。そうだね、うん、でもね、あの私結構、うん、久々に会うスタッフさん、はいはいはい、久々でもないんですけど、うん、と青木さん含め、うん、何人かでこう会話をしているときに、はい、私がこう青木さんに対して発言したことに対してそれを見ていた別のスタッフさんが、うん、あれ、まやさんこんな強く青木さんに言ってましたっけ。最近ちょっとこうね、いろいろ強気になってきちゃった、ね、なるほどね。ちょっとイラッとしてるんですね。じゃあね、してません、してません。イライラが募り始めてるってことですね。してませんよ、もう一緒に盛り上がってますから。最初からじゃないですしね。今日が最終回ですね。違いますよ、まだ続きますよ。なるほどね、はい、ということで、はい、ツイッター、私のツイートからツイッター上ではお知らせをしているんですけれども、ハッシュタグ空のワークショップとつけていただきますと、はい、こちら誰とご紹介できるようになってますので。お正月っていうのはこの3日間でいいのかな。そうですね、まあ、年末年始とか。いやいや、年末関係ないからお正月。そっか。この三が日ですね、この時期、ね、そうですね、三が日。ちなみにまやさんはもうずっと出演ですか。そうですね、明日も。あ、ここからってことですか。はい、あ、ずっと出演です。あら、じゃあ会社と、あ、じゃあ会社の人と会社で過ごすね。そうですね、あ、そうですね、なるほどね。大丈夫です、あの皆さん安心してツイートしてください。なんかあれですよね、あの別に誰とも過ごさないことが別に恥ずかしいわけじゃないですから。もちろんもちろん。僕こう言ってはなんですけど、はい、まあ、独身時代の、社会人になった時の独身時代は、うん、ほとんどお正月一人で過ごしましたからね。あ、そうなんですね。年越しだけ笑ってはいけないを友人たちと見て、気がついたら年を越してて、はい、でそっからまあちょっと遊びに行ったりして、朝にはもう解散してますから。そっか、1月1日の朝にはもう解散してるんで。そっかそっか、夜明け前に解散してそのまま家帰ってただ寝るだけ、うん、で起きたらもう1月1日の夕方みたいな、うんうんうん、そこからまたテレビ見て終わりみたいな、うん、平和でいいですね。平和でいいです。だから全然恥ずかしいことないですよ。はい、うん、誰かと過ごさなきゃいけないルールなんてないですから。はい、では皆さんツイートお待ちしております。はい、ではここからは予報センターと一緒に今夜から明日にかけての天気を確認していきますので、一度お天気カメラ見ていきましょう。はい、じゃあ私はここで、うん、はい、またおいおいね、おい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 、よろしくお願いします。お願いします。
さあ現在幕張は、穏やかな天気となっています。先ほど外に出たんですけれども、ちょっと雲が広がっているので、星はなかなか見えづらい状況ではありましたが、そうは言っても明るい星は綺麗に見えていました。ここからは今夜から明日にかけての各地の天気を確認していきたいと思います。皆さんこんばんは、1月1日です。皆さん明けましておめでとうございます。2017年もどうぞよろしくお願いします。お正月ということでゆっくり過ごされている方もいらっしゃるでしょうか。今日は穏やかな天気となったところが多くなりましたが、北日本や北陸など、特に日本海側の地域を中心に雨や雪の降ったところがありました。寒さは平年に比べて少し落ち着いているところもありますが、朝晩はやはり冷えるので暖かくしてお過ごしください。それでは皆さんからいただいているウェザーリポートをもとに現在の天気を見ていきます。まずは北海道富良野町の上富良野町のマリーさんからのリポートです。温泉で温まりました、自宅に帰りますということです。18時48分のリポート、こちらからは雪が積もっている状況を写真で伝わってきますけれども、やっぱり夜になると冷えてきますね。寒いということで報告もいただいております。この時間は天気は落ち着いているようなんですが、すでに雪が積もっているところでは路面の状況など要注意ですね。続いては神奈川県秦野市千村さんからの一通です。シルエットもくちゃんも夕焼け富士山にうっとりです。連投にお付き合いありがとうございました。ごゆっくり良い夕べをお過ごしくださいということです。はい、晴れていいお天気になってますね。すごいシルエットと富士山とっても美しいです。穏やかな様子伝わってきますね。シルエットかっこいいとコメントもいただいております。ありがとうございます。ではもう一通、福岡県北九州市の星空芸春温泉さんからいただきました。月を追いかけるように金星も西の空に降りてきていますということです。20時15分です。こちらも穏やかな空が広がり、夜空も楽しめているようですね。素敵なリポートありがとうございます。さあ皆さんからのウェザーリポートを見ていきましたが、ここからは予報センターと一緒に詳しい天気を見ていきましょう。それでは予報センターの山下さん、はい、こんばんは。こんばんは。今年もよろしくお願いします。よろしくお願いいたします。はい、現在は穏やかな空のところも多そうですけれども、はい、各地の空の様子いかがでしょうか。はい、現在の天気の状況を見ていきたいと思います。こちら皆さんからいただいております天気の報告となっておりますが、非常に広い範囲で晴れていて穏やかな正月という形になっています。はい、今雨の報告届いていますのが非常にごくわずかということで、こちら北陸エリアですね、新潟周辺に前線の雨雲広がっていて、今雨がぱらついているような状況ですが、この後さらに雨が強く降ることは今夜に限ってはありません。はい、ですので比較的穏やかな天気となっています。注意すべきポイントとしましては、この後ですね、だんだんと日中しっかり晴れたようなところでは気温が下がっていきまして、朝と同じように、冷え込むところ出てきますので、服装などこれから外出される場合は注意するようにしてください。はい、そして明日になっていきますと、今日のような穏やかな天気というところは少なくなってしまいそうです。天気図で見ていきますと、こちら明日の朝9時予想天気図なんですが、日本海に低気圧そして前線ができる予想になっています。この低気圧前線、夜にかけて東に進みまして、東北などに低気圧が通過する予想、またこの低気圧から伸びる前線も広がっていきますので、だんだんと雨が降りやすい天気になってしまいそうです。はい、明日雨の心配のないエリアとしましては、北海道道東、関東、東海、近畿、そして四国の太平洋側、宮崎県という形になっていて、日本海側のエリアではほとんど明日は天気が崩れてしまうという予想になっていますので、はい、朝雨が降っていなくても折りたたみ傘持つようにしてください。はい、また低気圧が通過する東北であったり、またこの天気図で見ていくと前線が近づいてくる北陸や山陰、
九州北部などでは雨の降り方が強まったり、雷を伴う恐れがありますので、雨の降り方にも注意が必要となりそうです。はい、久しぶりにですね、かなり雨の降り方としても強まりやすいということもありますので、注意が必要。またこの低気圧が北の方を通過するということで、この低気圧前線に向かって暖かい空気がぐっと持ち上がる形になっていきそうです。ですので比較的明日は今日よりも暖かくなってくるところが多くなりそうです。明日の気温を見ていきますと、各エリアの気温の予想はこのようになっていまして、今日よりも日中の気温は上がっていく予想ですが、朝の冷え込みが明日も強いため、1日の寒暖差が非常に大きくなっていきそうです。場所によっては1日の気温差が14度というところも出てきていますので、体調管理気をつけるようにしてください。はい、わかりました。では明日空の変化を見ていく際の空読みのポイントはいかがでしょうか。はい、明日の空を読むポイントはこちらになっています。全部で4つとなっていますが、それぞれ見ていきましょう。まずこちら、前線の影響を受けて雨の降り方が強まるエリア、東北日本海側のエリアや北陸、そして山口県や広島県、九州北部に関しましては雲の色に注目してください。はい、濃いグレー色をしたような雲が広がっていきますと強雨や雷雨のサインとなっています。そして2つ目、それよりも南のエリア、東北の南部や北陸の一部、そして中国エリアから九州にかけて、こちらではにわか雨の可能性がありますので、雲の底に注目してください。尻尾のように伸びるような雲が広がっていきますとにわか雨のサインとなります。また東北エリア、低気圧が通過していきますが、低気圧前線が抜けた後寒気が流れ込むため、また雪に変わっていきそうです。日中は雨ですが雪に変わる可能性があるため、雲のぼやけ方、全体なのかそこだけなのか注目してください。はい、全体がぼやけていると雪のサイン、雲の底だけがぼやけている場合は雨のサインとなっています。最後に北海道エリア、明日も弱い寒気流れ込んでくる可能性がありまして、日本海側中心に雪が降る可能性があります。煙るような雲が近づいてこないか、こちらに注目してください。はい、わかりました。山下さん、ありがとうございます。それでは全国の天気を天気アイコンで見ていきましょう。明日は東北や北陸で傘が活躍します。では西日本からお伝えします。那覇は日差しが届き過ごしやすい陽気、長袖でちょうどよく感じられそうです。福岡や広島は雲の多い空、午後はにわか雨がありざっと強まることがあります。初詣は午前中がおすすめです。大阪は昼間は日差しが届きますが、朝晩ほど雲の多い空です。夜は雨の降る可能性があるため、お帰りが遅い方は折りたたみ傘があると安心です。日差しの下では暖かくても朝晩は冷えるので、服装選びにお気をつけください。次に東日本です。金沢は薄日が届いてもだんだんと雲が厚みを増します。夕方以降は本降りの雨になるため、雨具を準備してお出かけください。落雷や突風、雹にも注意が必要です。名古屋や東京は晴れて過ごしやすい一日です。昼間は日差しのぬくもりが届いても、朝晩ほど冷えるので暖かくしてお出かけください。続いて北日本です。仙台は雲が広がり、夕方以降はにわか雨の可能性があります。お出かけや初詣に行く際は早めの時間が良さそうです。秋田は午前中は弱い雨でも午後は本降りの雨、雷や突風、雹を伴う恐れがあるため注意が必要です。夜は雪に変わる可能性があり、内陸部を中心に積雪が増加することがあります。札幌は太陽が顔を出し穏やかなお正月、東北や日本海側では雪の降ることがありますが、厳しい寒さはなく、お出かけや雪かきをするチャンスです。以上、明日1月2日の全国の天気をお伝えしました。はい、全国の明日の天気を確認していきました。明日はちょっとね、雨が降るところもありそうなので、今日より多くなりそうなので、空読みもしっかりと行いながら過ごしていただければなと思います。
ちょっとなかなか初詣とかこれから行く方多いと思うんですけれども、うん、ちょっと雨のタイミングはずらしていくっていうのもいいかもしれないですね。ですね。ではここからは予報フィードバックに向けて空ボタンと空キャンバスを開いていきます。朝7時にウェザーニュースが出した天気アイコン、外れたか当たったか2択でお答えください。この後のインターバル中に朝7時の天気アイコン表示をしますので、それを見てご判断いただければと思います、うん、はい、今日は成績良いといいですね。ねえ、まあ、でも今日全国的に穏やかだったんで、そうですね、比較的ヤマピーも自信あるんじゃないですか。後ほど、はい、ポイント確認していきましょう。何あの笑いは。ニコニコっとされてますね。新年一発目がね、はい、こういいと、うん、このあと今年2017年もこう、そうですね、幸先良いですから ね景気づけで一発ね、いい成績出たいですね、はい、ということで21時から行っていきます、はい、ではインターバルを取りまして、インターバル後は早速ワークショップ始めていきます。お、一発目、一発目です。
時刻は20時35分を回っています。引き続きソライブムーンお送りいたします。さあ、マイエイズミとネゴロさんで担当していますけれども、ここからは早速ワクワクワクリワークショップ大会、今日の第1弾一つ目のワークショップを、おー怖いですね、これさっき書いたんですけど人の、私とネゴロさん怖い、なんかカッパみたいになってますね。